吉田さん、疑うってね結構大事なことだっていうふうに私は思うんですよ。なんか疑うってのはなんかさもしいとかやましいとか悪いことしてるみたいな感覚になっちゃって信じますって言ったらね清らかなイメージはあるんですけども私はねその信じるっていうところに行き着くためにはいろんな疑いというプロセスを経ていかないといけないと思うんですよね。でむしろ、そういうういプロセス抜きに信じちゃうっていうのは、 弱々ししい信頼関係を捧げてててまってるっることとななのかなと思うんですようん例えばね宇宙人がやってきたみたいなことを言う人がいるとするじゃないですか。でまずはそれを信じるんじゃなくて疑っていくこと宇宙人がもしかしたら来てるのかもしれないけどもあなたの今言った証言ってのは何かの見間違いかもしれないし勘違いかもしれないしもしかしたら。 何かを飛んんでいたんだけども、宇宙人の乗ってる飛行機が飛んできたかもしれないけれどもその中に宇宙人が乗ってるって何でわかるんですかとかっていうのねいろいろやった結果どっから見てもそれは宇宙人が乗った円盤がやってきたのをあなたが見たんですねすごいじゃないですかみたいなね大手を振ってそれを言った人もそれを聞いた人も一定の関係が築けるみたいなところがあると思うんですよね。だからその信じるって行為は軽々しく持つものではなくってきちんとしたプロセスこう段階を経てね 疑っていくとかね仮説を立ててみるとかそういった仮説をもとに得られる崇高なものなんじゃないかなと思うんですね。で、ううちちは内よそはよそっていう言葉ですけどもこの億万長者合宿のやり取りでも、ね、何度かそういったテーマになりましたけどもまさにねあのみんなはこれ持ってるのになんでうちはないんだよってったらね「いやうちはうちよそはよそでしょ」っていうふうになんかねこう 与えられないものに対する我慢の方便としてその言葉を使われていた気がしますけどもできればねあのなんかみんな会社に勤めて青い顔してるよと友達の何ちゃんもなんかね隣のクラスの何ちゃんもなんか仕事っていうめちゃくちゃ嫌な思いをしてねそこでトラブってそれでもやめられないから胃に穴を開けながら出勤してるよと。 で、カップラーメン食べながらもう一日何十時間も働いてねでしまいには職場の中で起きたトラブルに頭を丸めてね上司なのに部下のところの目の前に立って殴ってくれみたいなんでけじめをつけてるよって何でこんな思いをしなくちゃいけないのでもなんかパパは何 <laughs> で毎日家にいてなんかしんないけど一人でカメラに向かって喋ってるの仕事はしなくていいのみたいな。 <laughs> そしたら何で答えるかっていうと「いやよそはよそうちはうちだから」みたいな, <laughs> なんか逆転の発想というかねなもんですよね、うん、でもやっぱりねだから100人1000人1 100万人が同じような行動をしていても「でも俺は違うよね」っていうふうに言えるかどうかなっていうこととうんちょっとそれはどうかなっていうふうにやっぱこう。 ちょっと歩みみをねねとめててるっていうんですか、ね、疑うというよりもこの疑うって言葉がなんかねあのいやらしい言葉なんですよ言葉がね概念は全然いやらしくないですけどもだから別の角度から眺めてみるっていうことをまあ略すると疑ううううっっっていいい文文字になっちゃう2文字ににななななちちゃゃゃんじゃないかなと思いますねだから別の角度から物事を捉えてみるっていうことがイコール疑うっていう言葉になってるんじゃないかなと思うんですよ本来はね。 でも疑うって言葉は信じてないみたいなね、うん、まるで人をね傷つけているような言葉に錯覚してしまってるんじゃないかなと思いますよ、うん、まあでもね信じるというのならそいつがあなたを騙しているのでも受け取ってあげることかなと思いますそれは信じるってことだと思いますね、うん、宇宙人がやってきたぞーってってもね信じてるんだったらわあやってきたんだね もう追求しなない。い聞かないもうやってきたといえばやってきたんだっていうふうにね決めてしまうそうすると迷いも争いもないんだろうなと思いますけどね、はい、うちはうちよそはよそそんな感じで今日はお話ししてみました。